土佐黒潮鉄道五面、那覇り線。五面、那覇り線。五面、那覇り線,線は、高知県南国市の五面駅から同県秋郡、那覇り町の那覇り駅に至る土佐黒潮鉄道の鉄道路線の愛称である。正式な路線名は、朝線であるが、現地での案内や、時刻表での表記などでは、すべて愛称の五面、那覇り線が使用されている。駅ナンバリングの路線記号は、GN。 五面、那覇リラインの略。改正鉄道不設法別表第107号に掲げる、予定線、高知県五面より、秋、徳島県日和佐を経て古章付近に、イタリール鉄道の一部で、徳島県天郡麦町の麦駅から高知県、南国市の五面駅までを結ぶべく計された日本、鉄道建設公団建設線の朝線の、高知県側の区間、朝再線、朝再線のうち、 那覇駅五免駅間の建設を引き継ぎ、完成させて開業した路線である。一方、徳島県側の区間、朝東線、朝東線のうち、麦駅、海部駅間が、四国旅客鉄道、JR 四国麦線、当時は、国鉄麦線として1973年、昭和48年10月1日に、海部駅間の浦駅間は、朝海岸鉄道、 朝あずま線として1992年、平成4年3月26日にそれぞれ開業している。残る関路裏駅那覇駅間は未成線であり、高知東部交通の路線バスが結んでいる。大半が高架区間であり、太平洋沿いを走る区間が多いため景観が良く、観光目的での乗客も少なくない。かつて五面町秋川には1930年に、 全通した土佐電気鉄道、現在の土佐電交通秋き線が営業していたが、1970年代に入ってからは、貨物輸送の廃止や旅客収入の減少による赤字の増大が顕著になっていた。そこで、高和歌鉄道の例を参考に、日本国有鉄道、国鉄朝線の建設を促進するという名目で、用地売却によって赤字を解消するために1974年、 昭和49年3月末に廃止された。朝線そのものは、四国循環鉄道構想のもとに1965年、昭和40年3月から秋、電夜間が国鉄新線として着工。土佐電気鉄道秋線廃止後の1974年、昭和49年4月からは、五面秋間でも高架橋の工事などが行われて、いたが、1981年、 昭和56年12月、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法、国鉄再建法の施行に伴い、建設線であった朝、西線も工事が凍結された。この時点で全長のうち1 8 9トル、約44%が完成していたが、長期間にわたって、建設途中の高架橋や森土が放置されたままになった。この様子から、 土佐の万里の頂上、もしくは土佐のバベルの塔とも言われた。その後1986年昭和61年5月、高知県を主体に土佐クロ潮鉄道株式会社が設立され、同じく建設線であったスクモ線と共に引き継がれることとなり、1987年昭和63年1月に同社が五名なはり間の第一子鉄道事業免許を取得。 同年3月から7年ぶりに工事が再開された。同社は当面、スクモ線の建設と特定地方交通線に指定された中村線のただしに力を注いだため、朝、日線の建設は後回しとなったが、2002年、平成14年7月1日、日本鉄道建設公団建設線最後の AB 線として、工事着工から37年目。 秋戦廃止後28年目にして、よく開業した。正式な起点は五面駅で、本来、五面駅から、那覇駅へ向かう列車が下りだが、JR 土山線と合わせるために、列車番号は、那覇駅から五面駅へ向かう列車が下りにつける奇数、逆方向が上りにつける偶数となっている。また、故障防止のため、上り、下りの故障は用いていない。 一時間あたり一から二本程度運行されている。各駅停車のほか、快速列車が運転されている。朝ラッシュ時の一部を除いて、一両編成の機動車がワンマン運転される。運転パターンは、五面駅の針駅間運転の列車のほか、途中駅の秋駅発着の区間列車が多数、設定されている。また、夕方には、五面駅から赤岡。 駅間の区間列車が一応往復設定されている。また、すべての快速列車と各駅停車の一部は JR 土産線に乗り入れ、高知駅まで相互直通運転を実施している。また、オープンデッキ車両にて運行される列車が、秋駅発着、五面発秋駅と秋発高知駅、那覇駅発着、高知発那覇駅と那覇発五面駅それぞれ一往復運行されており、 運行開始時には、相性がなかったが、2009年3月14日のダイヤ改正時にオープンデッキ車両に、沿線出身の著名人、岩崎矢太郎、中岡慎太郎にちなみ、ヤ太郎号、慎太郎号の相性がつき、2010年には、オープンデッキ車両を使う列車にも秋駅発着に、ヤ太郎号、那覇張駅発着に、慎太郎、号と、相性がついた。 使用車両はすべて機動車で9640系のほか、JR 四国の線型も乗り入れている。車両の夜間対白は秋駅で行っている。2007年3月から土産線の臨時特急ホームエクスプレスコーチの運転に合わせて深夜に臨時列車扱いのホームライナー秋という名称で一、往復増発されていた。休日は運休が 二千八年三月十五日のダイヤ改正で廃止された。また、二千六年九月に土曜、休日運休の臨時列車が朝に一往復増発、秋駅の張り駅間されたが、二千七年三月十八日のダイヤ改正で定期列車に格上げされている。二千十七年四月から五月の土日祝日に、ごめんな張り線、開通十五周年を記念して、 土産線高知駅なはり駅間で太平洋パノラマトロッコが運転された。使用車両はキハ185系とキクハ32系。開業の際、機動車10両、うち2両はオープンデッキ車両が新造され、会社名の黒潮にちなんで9640系黒潮型と命名された。9640型は、 海岸沿いを走る路線性格に合わせ、オールステンレスカー、ただし運転台部は普通構成の両運転台、軽量機動車だが、車体長は20メートルを超える、フル規格車である。機構的には、JR 西日本キハ126型とほぼ同一としているが、JR 四国線型との並結機能を付加したり、クロスシート部分をバケットタイプの転換クロスシートにするなど、 独自性を出している。最高速度は時速 110km で 450PS の小松製エンジンに変速1段直結4段の変速機を組み合わせている。台車は軽量のボルスタレスタイプとなっている。ブレーキは電気指令式で電車における回生ブレーキの発送を応用したコンバータブレーキ優先遅れ米式である。全車に車椅子対応のトイレを備える。 シートは一般車の場合、車両の中央で転換クロスシートとロングシートが分かれるというあまり例のない配置となっている。1S2S がオープンデッキ車両で全面デザインが異なる他海側をオープンデッキとしている。室内は転換クロスシートと補助椅子を備える。2005年5月に申請された車両は、駅キャラクターの作者である漫画家柳瀬隆が作詞した曲にちなみ、 手のひらを太陽に号、通称太陽号と名付けられた。オールロングシートでイベント時には畳を敷いてお座敷列車として運用できるようになっている。その他の一般車グループも独特な塗装をまとった車両が複数存在する。その中で最も目立つのは沿線の秋市営球場で阪神タイガースがキャンプを毎年行っていることから、 黄色を基本として黒い縦線が不規則に走る、虎柄の塗装をまとい、阪神タイガース号のヘッドマークを出している9640から10である。当初2003年のみの運行予定だったが、その年に阪神は18年ぶりのセントラルリーグ制覇。さらに2005年にもリーグ制覇したため、今なおタイガース塗装のまま運転されている。2006年2月26日には、 オープン線観戦ツアー団体列車の車両として使われ JR 車との並結で愛媛県まで足を伸ばした。各駅には高知県出身の漫画家柳瀬隆のデザインによるイメージキャラクターが設定されている。このキャラクターは各駅に設置されたオブジェ、車両のマーキングキャラクターグッズなどの形で本路線のイメージアップに貢献しているほか、 2004年には沿線の市民グループの手で各キャラクターの着ぐるみが制作されごとごと着ぐるみ体の名称で各種のイベントに出演するなの活動を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。